よう少年、どうしたの？暗いよ君。あ、いえ別に何でもないですけど。そう、さっきから下向いてため息ついたばっかじゃん。見たところまだ高校生くらいじゃない？車好きなの？え、バトル見に来たんでしょ？いや好きってわけじゃないですけど、なんとなく。なんとなくか。まあいっか。え、私はさゆきで、こっちのエロいお姉さんはマコ。君は？シンジです。乾シンジ君ってここら辺に住んでるの？そうです。うちらは群馬から来たんだよ、はるばるね。すごいっしょ。はあ、でもどうしてそんな遠くからわざわざ見に来るんですか？そりゃ、もともと走り屋だし、つか楽しいんだよね。でしょ、マコ？そうだね。見てるだけでドキドキしちゃう。自分でハンドル握れば、もっと楽しいけどね。楽しい。来たぞ！何なの？どうしてそんなにも。なんて細くて長くて綺麗な足だろう。しかもすごくいい匂いがする。マコさんって大人の女の人だな。ねえねえマコ、シンジ君ってちょっとタクミ君に似てると思わない？思う思う。会った時からなんとなくだけど、きっと雰囲気が似てるんだよね。特にピュアなところが。タクミ君って？プロジェクト D の藤原タクミだよ。ここで見てればタクミ君の走ってるとこを見れるはずだよ。プロジェクト D の藤原タクミと知り合いなんですか？まあね、前にバトルして負けてるけどね。バトル？その頃私たちはコンビでさ、地元では負けない自信やったんだけど。マコさんたちが藤原拓海とバトルを。あの頃から拓海くんはズバ抜けた何かがあったよね。負けても悔しいと思うより爽やかな気持ちになっちゃうような、いいオーラなんだと思う。車降りれば癒し系の顔だし。そうなんですか？車の運転がうまいってかっこいいことなんですか？それは間違いないと思うよ。男はルックスじゃないと私は思うね。どんなジャンルでも一流の仕事ができる男は顔とか関係なく必ずモテるもんね。マコさんもそう思いますか？またかよ。本当は腹黒い女なのに。マコなんて特に早い男にはイチコロよ。そういうのに昔片思いしてたことあるんだから。調子に乗ってるでしょさゆき。それ以上言うと殺すわよ。だって本当のことじゃん。そうなんだ。ま、冗談はともかく、シンジ君、サーキットでレース見たことある？大勢の観客が見ている中で走るドライバーたちは選ばれた一握りの憧れのヒーローなんだよ。憧れのヒーロー？でも今日このステージを走る4人のドライバーは私たちから見たら本当に特別な存在なんだ。サーキットを走るプロのドライバーよりもむしろはるかにかっこいいって感じてしまうの。なんだろう、郷さんが違う。今までと違う。赤い車が弾んで見えた。今までこんなことなかった。泣いてるのマコ？え？
んだろう、感極まっちゃって、ビリビリと空気を震わせて何か伝わってきたの。どっちのドライバーもすごいよ。なんだこの感じ、羨ましいのかな。マコさんを泣かすほど感激させるなんて僕にできるだろうか。走りたい、僕もあんな風に。マコさん、サユキさん、僕もう行かないと。行くってどこへ。これからがいっちゃいいとこだよ、一緒にここでダウンヒル見ようよ。いや僕どうしても行かなきゃいけなくて。どうしたのかな。さあ、マコさん、ここで見ててください。僕は藤原匠を任すかもしれないです。え、どういうこと。シンジ君って